大晦日の東京渋谷上空です。渋谷駅の周辺では100年に一度と言われる大規模な再開発が進んでいて、ご覧のようにたくさんの新しいビルが建設されています。ハチ公改札の前にはこの時間たくさんの人が見られます。今年5月には新型コロナが5類に移行し、海外からの観光客の姿も多く見かけるようになりました。混雑による事故やトラブルを防ぐため、渋谷区は今年も渋谷駅周辺での年越しのカウントダウンイベントを中止します。さらに今夜から明日の朝にかけて路上での飲酒の制限を行うことにしています。東京渋谷上空でした。こんばんは、ニュースセブンです。大晦日の都内上空からの様子はまた後ほどお伝えします。まずこちらです。さあスポーツです。サッカー、気象情報は晴山さんです。こんばんは。今年久しぶりに家族みんなで集まれたという方も多いでしょうね、そうですよね。残すところあと4時間余り、はい、笑顔で新年を迎えたいですよ ね。ニュースセブン、今年もご覧いただきありがとうございました。では続いては紅白歌合戦です。2023年大晦日、いよいよ紅白歌合戦が始まります。